はい、じゃあ、エリスさん。お、はい、いいね。スリーブが。スリーブがいいよね。GR 専用に猫林先生が全部。はい。はい。猫林先生統一してます。素晴らしい。はいよ。はい。そっか。猫林先生統一してれば、他の GR とかと組み合わせができるのと。そうです、そうです。デッキ、入れ替えなくても、デッキで。そうか、そうか、確かに。OK です。できるんですね。まあでも、それが出てくる前にやっつけましょう。お願いします。お願いします。はい。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。お願いします。最初はグー、じゃんけん、ほい、負けた。先行もらいます。お願いします。じゃあ、スゴでプロデューサー埋めて、ターンエンドで。はーい。じゃあ、ドロー。じゃあ、イービルヒートを置いて、ターンエンド。はい。じゃあ、アンタップして、ドローもらいます。はい、おう、おう、おう。じゃあ、そうなんですを埋めて。うん。もう来た。今まで、やったりマン。やったりマン、はーい。おう、ジョーカーズだね。置きます。はい。ドロー。じゃあ、スパイナーを置いて、2マーナ、バクマルくん。はい。相打ち。はい。で、ワンドローもらった。はい、ターンエンド。はい。じゃあ、ドローもらいます。はい。これはじゃあ、ああこれ悩むな。もう悩んでる。これ悩むな。緑ジョーカーズってやつだな。たくさん並べさせちゃいけないんだよね。そうですね。あと まあでもそう、うん、やったれば埋めます。お、やったれば埋めちゃった。さまら、めくる超無人で。はいよ。終了。はい、じゃあ置きます。ったか。ドロー。負けたな。じゃあスパイナーで赤と赤を含めた3マナーで、はい、マグナム。はい。ターンエンド。はい。ちょっと待って、それどんどん打つぞ。どんどん打つぞ。あ、エリさん大丈夫ですか？大丈夫ですか？何もしないですか？いいえ、遠慮深いな。ドロー。エリさんこれ大丈夫？いきまーす。だがしかし、俺の手札にもスパイナーが3枚目。3マナ。オーバーキルグレイビアード。はい。1マナ。オンリーウォーカー。はい。ここで打ってやろうか。そう。でやろうか。全然だろ。そう。打っていいんじゃねえか。打っちゃえ、1枚ブレイク。もらいます。はい、大丈夫。ターンエンド。じゃあ、ドローもらいます。はい。もう溜まった？何マナ？ん？じゃあ、6マナ払います。はい。メープル超無敵を手札に戻して。やめてやめてやめて。ちょっと感じるもん。あ、やだ。そんでちょっと感じるもんで、じゃあ、シールドブレイクいきたいです。はい。その時にワンドローします。はい。んでじゃあ、手札からアイアンマンハッタンを捨てます。あ、よくないじゃん、ちょっと。うん。みんなを見せつけてきます。はい。で、これの出た時効果を使います。はい、はい。シールド2つ選んで、うん、それ以外を全てブレイクします。うんうん、じゃあこの2枚を選んで、ね、それ以外をブレイクします。くっ！いないよー。おや？で、マンハッタのさらにも、続いてる効果があって、うんうんうん、手札をさらに1枚切ることで、はい、相手は次のターン、クリーチャーを1体しか出せなくなります。困る困る。で、メープル超モメジンを捨てます。はい。で、この捨てたメープル超モメジンの効果も使えるので、うんうん、1枚ブースト。はいはいはい。で、ダブルブレイク。ダブルブレイクね。はい。はい。じゃあ、これで、来い！ないです。じゃあ、僕はこれでターンエンドです。僕のターンです。その前に、今、チェンジしたよね。してない、してないです。コスト払ってコスト払って。コスト払っただけなのか。なんでもない。チェンジしてないよね。まだないです。置きます。どうぞ。そうか、それまずいな。1、2、3。ドロー。ほら、ブラックアウトがいたからさ。コスト払ってないような気がしたんだけど、ドロー !1 個チャージしました。はい、そっか、シールドがいないから、シールドセーバーが使えないんじゃない、はい、そうです。ね、そうだよね。これは ?11000? はい。まあでも、スレイヤーになってますからね。スレイヤーが1が中取れますよ。でもそれじゃ数が足んないんだよーん。4マナーブラック V。はい。で、ブラック V でいないのか、もう。ちょっと待って、ブラック V1 マナオンリーウォーカー。出ないんですね、店長。アイアンマハッタンの効果で1回しか出ないんですね。侵略もできないです。え、侵略できないの？できないです。それは聞いてないよ。そっかそっか、そういうことか。はい。侵略できないの？スレイヤーするか。手札は2枚あります。2枚、はい、クリーチャー自爆特攻しながらハンデスすればいいんですよ。能力発動するかもしれないですけど、自爆特攻しながらハンデスで一応1枚減らせるもんね。そうだよね。それが最善。ただジョットガンドラゴンの効果は相手ターンに手札を捨てても、うん、その捨てたクリーチャーの出た時効果も使えるので。あ、そうなんだ。これが何かしら起動してしまったらどうかなっていうところもあります。あ、ね、まあでもいいよ、確かにその通りだ。だってもうないんだからしょうがない。じゃあこれで1枚捨てなさい。じゃあ、うん、これにね、うん、謝ったしかないので、あ、よしよし、これで相打ちだよ。はい。で、僕はこれで打てるようになったけど、打つと危険だからやめとく。ターンエンド。はい。さあ、トップで SA を引くか。あ、よしよし、スピードアタッカーないよね。
あー、SA だね。あー、そうなんだ。黒クリーチャーはドソに出たたに、相手プレイヤーを攻撃できます。はい。じゃあ、ダイレクトアタック。あー、負けちゃったー。ありがとうございます。ありがとうございました。あー、もう結構、いい感じだったのに負けてしまいました。はい、まあ、しょうがない。まあ、エイリスには負けたと。それは緑ジョーカーズ？緑ジョーカーズですね。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ブックアイランドジュニア入間店は、埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。